イーア -330 イーア -330L99 ヘリコプター仕様イーア -330 は、ルーマニアの航空機メーカーであるイーア社の生産したヘリコプターである。フランスのアエロスパシアル社が開発した SA-330 ピューマのライセンス生産機である。ルーマニア空軍など国内での運用のほか、アフリカなどへ輸出もされた。 イナス -330H は SA-330H 輸送ヘリコプターのライセンス生産型でイナス -330 の基本型となった。SA-330 はシュドアビアシオン社で開発された多目的輸送ヘリコプターで1965年に初飛行世界各国で使用された。ルーマニアでライセンス生産されたほか、インドネシアでも 機体の組み立てが行われた。また、フランス経由での海外への販売も行われ、アパルトヘイト問題などで、フランスからの SA330H の正規輸入が困難になっていた南アフリカ共和国へも事実上の迂回輸出が行われ、さらに現地の航空機メーカーアトラス社によって、TP-1 オリックスと呼ばれる海賊版 SA330H と、 各種派生型が生産された。オリックスは後に、原産国のフランスと訴訟問題に発展した。この他に、レバノンやスーダンにも少数の機体が輸出されている。エーア -330 は、合わせて163機以上が国内向けに生産され、104機がルーマニア軍に納品された。また海外へは57機が輸出されている。 捜作級難型は、海上運用ができるように、洋上装備が付加されたが、少数が生産されたにとどまる。イーア3 3 2は、国内で製造されたエンジンが搭載されている。イーア -330 は、軍用ヘリコプター分野において、イーア -316 とともに、ニコライ・チャウシェスク政権の取った、独自路線を支える基盤となった。 これらフランス生まれのライセンス生産機のおかげで、ルーマニアは、他のワルシャワ条約機構加盟国のように、軍用ヘリコプターを、ソ連製一辺倒にする必要がなかった。ルーマニア軍では、他国で多数運用されたミマイナス2やミ、ミマイナス4、ミマイナス24は使用されず、ミマイナス8、17も少数の運用に止まっている。E やマイナス330エルソキャット、 攻撃ヘリコプタールーマニア軍は、蒸気のように未 -24 を導入しなかったため、イーア -316 とイーア -332 は、近接航空支援及び、対戦車攻撃任務に対応できるように機関砲とロケット弾を装備可能としていた。しかしイーア -330 は、対戦車ミサイルの運用能力がなかったため対戦車、戦闘任務に対しては、 能力不足の感は否めなかった。イス三3 1 6は対戦車ミサイルの運用が可能であったが、老朽化と陳腐化が進んでいたほか、1992年に発行されたヨーロッパ通常戦力条約により、ルーマニア軍は武装、攻撃ヘリコプターの保有総数を120機に制限されたため、ルーマニア国防省は EA-330L に近代化回を 行って、より高性能な攻撃ヘリコプターとすることを決定した。イー a は1994年からイスラエルのエルビットシステムズと合同でス三百3 3 2対戦車戦闘能力を付与するためにソキャットの開発を開始し、1998年に試作機が初飛行。翌1999年からは24機のイ i a 3 0 0 l に ソキャットを組み込んで、イーア -330 エルソキャットに回収した。イーア -330 エルソキャットは、機種全面に、スパイク ER 対戦車ミサイルの標準装置と、暗視装置を装備し、最大8発までのスパイク ER を搭載可能であるほか、フランスネクスター社製の 20mm チェーンガンを1門装備したターレットを機種下部に装備している。 この他にフォータスの概念を導入するなど、アビオニクスも大幅に改良されている。イーヤ330ネーバル。機体全面下部には緊急着水時に使用するフロートが装着されている。また、ルーマニア海軍は2007年にイーヤ -300 ネーバルを3機発注した。イーヤ -300 ネーバルはイーヤ -330L に、 洋上装備とソキャットシステムを装備した機体で2008年に引き渡しと運用試験を完了した。E マイナス300ネーバルは、カイ111マラシェシキと、会221レジェールフェルディナンド、会222レジーナマリア環状での運用が可能であり、洋上の捜索救難と、救急任務、洋上紹介に使用されるが、リッピングソナーや、 直探知機などの対潜水管専用装備は搭載されていない。ルーマニアの軍用ヘリコプター E ア生ヘリコプターの元となった機体その他、ありがとうございます。